大関氏は日本の士族、江戸時代に下屋国黒羽藩主、明治新後には死者となった。大関氏の経図や江戸時代後期に大関造業が編纂したはじめ水付きなどの家電では、大関氏は武蔵七党の担当の末裔であり、本生は短治生であるとしている。郷土市屋の連日長は、戦国期に大田原氏から大関高蔵が養子氏として大関氏に入ったために、 大関氏の経図を作為して、強いて単磁性としたと指摘している。それとともに、ナス経図説や、洋の経図をもとに、大関氏は、日立国を栗氏より出た平らと考えるのが、正しいと断定した。大関氏の記載がある市町村氏や外説書は、ハズみの説を踏襲している。具体的にその同性が知られるようになるのは、南北朝時代の頃からであり、主家のもとで、 周辺勢力との交争を繰り返し、戦国時代の当主大関修造は、野心家で、那須氏の内紛に常時独立を図ったが、かえって同じく、那須七党である大田原氏の大田原助清に敗れ、助清の子である大関高蔵を養子に迎えざるを得なくなる。大関高蔵の時代には、大田原氏と協力しては主家である那須氏をしのぐ、勢力を築き上げ、豊臣秀吉の小田原聖伐には、 主家の那須氏を見限りいち早く参陣し、主家が海域の浮き目を見るのをよそに所領を安堵された。高蔵の三男を大関志蔵は、関ヶ原の戦いで東軍に付き活躍。その後黒羽藩の藩祖となり、以後幕末まで存続した。以降は、黒羽藩を参照。大関市系図藩令、一太線は実施、細線は用紙、二系図の出典元は、武家家電大関市、高木義。 後世、清美、宇治清、元清、内清、増清、広志像、増進、忠増、増増増、増、増創増ま増字高像、晴れ象清、増、静、静増、高像、親増、栄、増すも、象増、増象増象美、増タスク、増美、増行増儀、増小、増す増広、増金、 参考資料、ありがとうございます。